皆さんこんにちは。コクヨのレッツリポートへようこそ。この番組ではコクヨのユニークな活動を紹介していきます。今回はゆいの森プロジェクト1の続きです。高知県四万十川の流域にあるゆいの森で植生調査を行いました。その結果発表をお伝えするのですが、その前にコクヨが地元の四万十町森林組合の方々と行っている間伐材の有効活用をご紹介しましょう。間伐された木は質のいいものは無垢材に、そうでないものはカットした木材を接合した修正材になります。修正材は作るのに手間がかかりますが、湿度の変化による割れ、変形、反りなどが現れにくいなど利用価値が高い木材です。そもそも木材に安定した強度を持たせ持続させるには木の含水率を少なくすることが必要です。そこで四万十町森林組合では24時間体制で1週間じっくりと乾燥させて強度を高めています。こうして安定した強さを持った間伐材はコクヨの厳しい品質管理のもと、テーブルや椅子などの間伐材製品となります。間伐された森から優れた間伐材を作り製品化までを行う、森と地域とコクヨとの三位一体の活動がここで行われています。さて場所は変わりまして、モニタリング調査の結果発表の会場です。四万十高校の生徒さんたちが前日の調査の結果をデータ分析してここでプレゼンテーションしてくれます。それぞれがグループに分かれて昨日の調査結果を分かりやすく表にしてくれています。プロジェクターを使いながらちょっと緊張した面持ちで発表、干ばつによる影響の現状と課題が示されていきます。では今年の結果を簡単に先ほど発表してくれた四万十高校の相良くんに伺ってみましょう。相良くん、今年の調査はいかがでしたか？はい、今年の調査はそうですね、ゆいの森は間伐をしたおかげで日光が入るようになって普通に植物が育つようになってきました。その育った植物のせいで日陰になったところの小さな植物が育たなくなって種類が減るという結果になってしまいましたが、まあ種類が減ってもまた生えてきてまた元の森に戻るんで全然大丈夫だと思います。間伐の意味はあったと思います。ありがとうございました。ゆいの森のモニタリング調査今年も終了しました。昨夜は四万十の食材を囲みながら地元の人々と大いに盛り上がりました。皆さんとっても温かい方たちばかり、食事もすっごく美味しかったです。いかがでしたか？森を生かし地域も生かすゆいの森プロジェクト、ゆいの森という美しい森を舞台にしてコクヨは環境問題に対する取り組みを続けていきます。それでは次回のレッツリポートまで、さようなら。